あ、ん、ぽ、ん、た、ん、チャンネル。どう、普通なんかね、薬飲んだのに薬飲んだよね。まだ痛い。ちょっと、なんかね、いつもの頭痛よりもなんか、もっと猫の部分が痛いって感じがするから、もしかしたらこのファスティングの影響もあるかもしれない。酒飲んでね、何も食べれないんだよね、よく考えたら。え、もうだからあれでしょ、座ってるだけ。そうだよね、テレビもないし。うん、そう、テレビもないですよ。まあ本当でもさ、こう属性を離れてのんびりするっていうのがいいんだろうね。俺でもなんかあれだよ、あの iPad 持ってきたから、iPad で見れないけど、もののけ姫とかなんか見たくなってる。いいね、なんかアニメ見たい、夏休み系の。夏休みを感じたい。わかるわ。クレヨンしんちゃん見ちゃう。あ、いいね。なんかあるかな、クレヨンしんちゃんで夏休みっぽい。しんちゃん。ちょっと今ボークの真似しようかと思ったけど、全然声ボークじゃなくてボーちゃんね。あ、ボーちゃん。まいちゃん、まいちゃん、まいちゃん、頼むからじっとしててくんない。ちょっと。この間はうまくできたんだけどさ、家で練習してさ、坊ちゃんの真似がうまくなったんだけど、ちょっと俺の長州力を聞いてほしいわ。長州力ってあんまりさ、私世代馴染みがないんだよな。これ食ってるな、まあ、これ食べた。めっちゃ似てると思うんだけどな、食べた。ゲンちゃんなんだよな。いやいやいやマイクさん、褒めて。これ誰でしょう。あれでしょう。なんだっけ、ちょっと全然今頭が痛くて、名前ってた。西田。そう、西田としゆき。ほら、うまい。うまいっていうか、もう何回か聞いてるからね。という字はどう？それはすごく似てないね。似てない？モノマネ下手なのかな、ね、じゃあ一番自信ないやつっていい？なんだろう、お前嫌い、でもサタン好き。誰でしょう。なんか私が知らないアニメだ。いや知ってるよ。マジンブー。知らないんだって。じゃあ次、もう一個だけやらして。そう、よく元気なんで、何も食べてないのに。お、うまい。誰でしょう。さっきと同じ人じゃないの。ああ、違います。あのスラムダンクの桜木軍団の高宮っていう人で。知らねえ。あのルカワがいいプレイした時の高宮。うまい。で、声優さんはマジンブーと一緒。やっぱそうなんだ。でも全然キャラが違います。これもしさ、これが動画になってるじゃん、見てる人はさ、なんかあーってなる人とさ。いや、そうだよ。私みたいな人と分かれる。30代前半はあーってなると思う。ドラゴンボール Z 世代だからね。でもさ、私もさ、バスケやってたの、中学の時。あ、そうだ、そうだ。だけどさ、スラムダンクとかは全然ハマらなかった。漫画とか読めないんだよね、私はね。だから男女の違いなのかな。舞ちゃんってそうだね、漫画とかアニメ全然見ないね。まあでも小学校の時はさ、まあ、さ少女漫画もめっちゃおうみたいなの買ったよ。チャ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 チ
ってる。ビルマデポン好きだったんだよね。あれ何歳ぐらいの時ビルマデポン。小学校低学年大人かな。俺まあまあ大きかった気がするわ、ビルマデポン中学校で。本当に朝やってたでしょ、確か。うん、そうだね、朝だけ。確か朝やってた気がする。全然覚えてないけど。いいね、ビルマデポンとかそういうの見るの。キラリン、ね、キラリンレボリューションとか。うん、キラリンレボリューションめっちゃ好きだったもん。俺これはね結構見てたよ。でね、あのチャオを見てる私みたいなチャオ派の人はキラリンレボリューション派だったんだけど、うん、あのなんだっけな、ピチレモンかラブベリーかなんかそういうまた別のさ、うん、少女漫画の雑誌があったんだけど、そっちを見てる人は、うん、あのピチピチピッチっていうね。あ、知ってる、3人のやつね。そうそうそう、うん、あれも見た。そっち派の人もいるんでね。俺結構アニメで見てんのよ。すごいよね、そういう、そっちもいけるってさ。何でもいけんの。お姉ちゃんの影響とかも。いやー、お姉ちゃんは少女漫画ってイメージないけどね。うん、小学校からのその親友、うん、近所の親友は、うん、ケロロ軍曹がすごい好きだった。あー、ケロロ軍曹いいよね、うん、映画とかも俺見てるし。でもケロロ軍曹未だにさ、私の妹とか見ててさ、おもろいよ。そう、で、うちんち最近なんか、うん、決まってる、なんて言うんだろう、ハマってるというかさ、やつがさ、いきなり誰かがさ、トゥルルルートゥルルルーテッ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 テって言ったら、みんなさ、周りの人がさ、ケロケロケロって、すげーって、拳握りしめてさ、それってさ、お父さんお母さんもやんの？まあ、さすがにやんないけど、姉妹でね、姉妹3人で、まえちゃんもじゃあやんの？そう、私もそれやるんだけどさ、なぜかさ、妹がさ、そうやってトゥルルルって言ったら、私さ、ケロケロケロってやるんだけどさ、なぜか私がテルルルテルルテテテテテって言ったらね、シーンの。やっぱなんか阻害されてんじゃない。なんでこいつ振ってくんだよって思われてて。なんかそれは違うんだよなとか言われるし。お父さんどこへ行くの？千と千尋。そんなわかんないよ、すぐパッて。まえちゃん、千と千尋見たくなりました。悔しい。来週千と千尋だっけ？そう。あれ、あ、違うよ。猫の恩返し。あ、猫の恩返しだ。じゃあここで一曲、私が辻彩乃さんの、ね、風になる。君、頭痛いんじゃないの？頭痛いし、なんかちょっと耳もツンとしてる。だから横になってないよな、もう本当喋ったな、ずっと喋ってんじゃん。私が逆に言いたいでさ、ほら、俺分かるよ、助手席になったら元気になるんだって、やっぱ余裕が出るから。でもね、なんだかんだね、あと10分で着きます。 あと10分、あと8分で着く予定でございます。分かんない、今動画見てくれてる人はもうちょっとフルで聞きたいと思ってる。しかもな、顔が嫌なの、歌うまいでしょって顔で歌うから。顔見なければいいじゃん、綺麗な景色を見ながらし、携帯が繋がりづらいかもね、ここら辺だったら。まあ俺はなるべく使わないようにしたいから、ちょっとここら辺危ないからゆっくり行きましょうか。あ、はい。まあすごい大きな立ち肌。まあ一番は俺スピード出さないことで、まえちゃんが黙ることが一番事故少なくなるけどね。そうね、ベラ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 しゃべる。うるさいってもう突っ込まなくちゃいけなくなっちゃうから。突っ込まなくていいよ。分かった、うん、いやすごい、本当に自然の中に迷い込んでしまいました、私たちは。でもさ、やっぱここまで離れればなんかちょっとさ気持ちが変わるね。分かんない、ここまであの東京から離れればさ。
れだね、思ったけどさ、うん、ここまで食材とか運んでくるの超大変だね。ねえ、こういうとこ住んでる人ってさ、大変だよね。わ、結構綺麗、結婚式場みたい。いや、いいとこだよ、ここは。ね、駐車場がね、P 右って書いてある。音声案内を終了します。お客様用駐車場。目的地は左側にあります。ここ止めちゃっていいのかな。いいんじゃない、うん、なんかなさそうだし。ね。まあ、2時からチェックインだから、うん、多分私たちが一番初めかもしれないけど、うん、めちゃめちゃ景色綺麗、すごいテンション上がるね。ね、うん、到着でーす。やっです。これ鍵をつけて明かりつけるみたい。あ、そうなんだ。もう広い。広いね。思ったより広くない？でも思ったより広い。なんて素敵な空間。見てください。これが晴れていたらここで。だ隣も一応ね、すぐ隣がいるから。本当だ、そうだね。外出たらあんまり、うん、うん。でもここいいね、ここでのんびり。めっちゃ絶景。ね、本当晴れてたらいいね。うん、でも、わ、広い。だテレビとかないのにさ、うん、広いんだろうね。今画面だと暗く見えるけどさ、でも結構明るいよね。全部白だから無駄なものがない。受験生とかここで勉強したらめっちゃ明るい。これ飲んでいいやつなの？え、何それ？あ、あの受付にあった乳酸菌ってやつ。あ、でもこれがドリンクってことか。あ、そうだそうだ、なんか入っ、うん、なんかドリンクがさ、うん、ついてたかも。ライフサポートドリンクついてるって、そういえば。うん。うん。どんぐらい飲んでんだろう。ね、それもちょっと見ながら、多分あの、もらったやつに書いてあるんじゃないかな、この。こういうお過ごし方とか、ファスティングの仕方っていう資料をもらいました。一応ここに。で、金庫か。あ、すごい、ちゃんとこれ、ね、うん、綺麗だね。え、ここトイレ、手洗い、うん、わお、あ、わ、広い、広い、広い、あ、あるある、あ、じゃあ、あるじゃん、うん、一応まあ、大浴場行くけどね。まあ、大浴場行きますけど、あとスパエリアもやってるってことで。あ、ね、あのプールがあるからね。すごい、めちゃくちゃ広くない？めちゃくちゃ広い、めちゃめちゃいい。そう、想像もっとね、ビジネスホテルぐらいなのかな、本当に。アメニティがすごく揃ってます。ちょっと冷蔵庫もあるし。うん、本当だ、よかった、テンション上がるね。しかもさ、やっぱファスティングだからちゃんとヨガマットとか用意してあるんだ。そうそう、ヨガマットちゃんとある。これ持ってきてって言ってたね、さっき朝ヨガの時。あ、本当？うん。あ、じゃあ、あれ？夜のやつも？うん、多分夜のやつも持ってった方がいいと思う、明日。どっちがいい？げんちゃんは？俺こっちがいい。私ね、逆に奥のこの安全な方がいいと思っちゃう。あ、じゃあそっちしようか。やった、めっちゃニコニコしてるやん。何かしてないよ。いや、何も食べれない生活ですけど、最高の感じがします。あったかいんだね。なんでだろう。確かに。なんかクーラーどこ？風邪てんのね。ライフサポート、さっき僕はあの売店でこれが売ってたのでいくらなのか見たら1本8000円でした。え、本当に？本当に。なんか飲み方はこのカップ1から2杯、うん、で
そのまま飲んでもいいし、水で薄めてもいいし、だって。へ、うん、水で薄めてもいいんだ。うん、でちょっと開けたいと思います。うん、2泊3日でこまめにね。そう、だからちょっとずつ飲む。まあ俺はそのまま飲んじゃうかな。うん。ほら、高そう。おお、なんかワインみたいだ ね、まるで。これキャップだね。あ、本当だ。飲みやすいようにキャップがついてるんだ。うん、そうなるとちょっと久々の味のついた、あ、結構独特な匂いした。あ、本当に、うん、怖い。私ダメかも、結構。まえちゃん苦手？なんか私やっぱね、飲まず嫌いとか。一応混ぜた方がいいのかな。ね、振るって書いてないかな、それに。うん、特に書いてないね。ただね、贅沢な乳酸菌って書いてあるから、お、体にはいいんだと思いますよ。うん、まあ、2泊3日これで、これしかね飲めないわけですから、これと水素水しかね。ちょっと飲んでみます。いただきます。いざ。ちょっと匂い嗅いでみる。うん、嗅いでみていい。残さないでよ。うん、結構独特な匂いしない？独特なんだけど。いきます。あ、私ダメだ。なんか、あー、なんか薬っぽい。でちょっとハーブとかの薬草の味するみたいな。あー、した。なんかシソみたいな匂いがした。うん、こういうなんかシロップない、あの薬で。うがいするやつ？うがい、イソジンじゃない、イソジンじゃない。イソジンじゃない。なんかこのいう風邪シロップみたいなやつがあるんだけど、うん、っぽいやつにシソとかそういうハーブっぽいやつとかを混ぜてる。うん、一口も飲む気にならない。まあでも俺は飲むよ、一応。じゃあ私現地にあげよっか、もう一本。そしたらどうすんの？何も栄養補給できないよ。うん、水だけ。欲しいも食うつもりじゃねえだろうな。ないないない、持ってきてないよ。女持ってくるわけないじゃん。せっかくだから飲みなよ。じゃあちょっと飲んでみていい？うん、さあマイコはこれ飲めるのか。まあでもそんな飲みづらくないよ。まあ飲めるよ。でも私が飲めると思う？うん。まさかこんなにも飲みづらいライフサポートがついてるってあって、ああありがたいって思ってたけど、こんな独特なものだとは思ってなかった。舐めてたわ、私ファスティング舐めてました。なんて喋り上手。俺に入れるっていうのがさ、なんか薬感あるよね。そうだね。なん、あ、ダメだ。ちょっとだけ入れてみていい？うん、でもグッて飲むだけだから別に味なんか。ちょっとこれくらいだけ。うん、最初なんだ。あ、まず吐きそう。やばい、やめた方がいいかな。いや、飲みな飲みな、水あるから。あ、そう、水用意しとこう。ちょっと水持ってきます。うん、はーい。走れ走れ。水素水飲めばいいのに、せっかくだから。あ、そっか、そこにあったんだ。うん、忘れてた。じゃあ水素水飲む。ほんとね、あれ何やってんの。何もうまくいかないな。でも私これ匂い嗅いだだけで目がさ、うるうるしちゃうくらい。あ、ほんと、シソとかダメだもんね。苦手。じゃあいただきます。はい。大丈夫？すごい顔してたよ今。ダメか。おえってなっちゃう。すごい顔。何何、ツンときた感じなの？ちょっとどんな感じか教えて。心臓がドクドクいってる。なんかこれは受け付けない受け付けないって。飲み込んだところでやっぱり匂いと味と、なんですね、なんていう味って言ったらもう表現できないんですけど、今まで飲んだことがないような、今も入っちゃいそうな気持ち悪い感じ。涙目になってるもんね。そう、結構やばい。これはやべえ。おえってなってる。これ飲めないわ私。じゃあまあやめときな。ちょっと後でヨガの先生にでも相談してどうしてもあのドリンクは飲めなかったんです。どうしてもダメでした。
8,000円、本当に8,000円ですかあれ。毎回これ入っちゃいそうになっちゃうんですけど、これを毎回やれと言うんですか。無理ですね、私はもう一生ぐらい。そしたらそれは持って帰って僕がまた3ヶ月後にファスティングするときに使わせてもらいます。よくさ、よく飲めるね。うん、まあちょっとえぐみは確かにあったけど、別にそんな舞ちゃんほどじゃないかな。